ありがとうございました。先ほど共同通信の世論調査を見たら、私たちの比例投票先が維新を超えました。今回は国民民主党に入れてくれということで頼んでいただくと、それが豊風が涼しい風になって、大きなうねりになって、風になって、そして日本を変える原動力になる。私は風に乗ろうとは思ってません。風を作るもんですから、皆さんと一緒にその大きな風を残り1週間で作っていきたい。選挙戦が始まってからものすごい人気の国民民主党、玉木代表もこれって動員じゃないのと勘違いするほどの聴衆が連日街頭演説会に足を運んでいます。前回の選挙では1議席を獲得した近畿ブロックですが、今回は2議席を目指す玉木代表の熱い演説をご覧ください。ぜひ皆さんのご意見もコメント欄で教えてくださいね。それではどうぞ。自民でもない維新でもない新しい選択肢として国民民主党頑張ってくれてもいっぱいいただいたんですよ。だからもう維新にもね、ちょっとどうなのっていう人が来てる中で、我々頑張らなきゃいけないです今。本当にそういうある種の責任感を持って今日私は大阪に来てるんですよ。本当に大阪の皆さんありがとうね。いや、なんとかね変えたいの。一部の人だけが得をして、で頑張って、本当に一生懸命頑張って、ご自身のため、家族のため、お子さんのためにね、懸命に働いてる人ばっかりだよみんな。でもその人たちが真面目に払った税金がなんだかわけわかんないところ使われたりとかね、本当はもっと稼げるのに、おかしな税制が30年も前に作られて、50年も前に作られて、なんだかそれがずっと引っ張って皆さんが豊かになることを妨げているような税制、あるいはもっと物価下げれるのに下げることを妨げているような税制はまとめて今回変えようじゃありませんか皆さん、ね。大阪に来たのでこの話をします。仁徳天皇の話、民のかまどはにぎわいにけりっていうですね、歌があるんですけど、私ね今の政治見ててこれ大事だなと思うんで今日お話しするんですね。仁徳天皇、大昔の人ですよ。仁徳天皇陵ありますよね。でこの仁徳天皇が皇居がボロボロになってるんで改修したいと思ってね、やろうとした。だからある時高台に登って町を見たらですね、ちょうど夕飯時、夕げの時間帯に、本来ならねご飯の支度してるから家々から煙が上がってるはずなのに、全く煙が上がっていない。でそれを見てね、ご飯の用意ができないぐらい庶民の生活が困窮してるんだということをそれで知って、そこから3年間税金を取ることを止めたんですよ。そして民がまた元気になって、国民が元気になって、でもまた3年後に高台から見てみたらね、夕飯の時間、家々から煙が上がっていて、ようやくみんながね食事が楽しくできるような、そういう豊かな暮らしに戻ったんだな。それでまた税金を復活して、皇居を建て直した、まあ、こういう逸話なんですけど、私ね今の日本ってこういうのに似てると思うんですよ。皆さん、民のかまど、すなわち皆さんの懐豊かになってますか。食卓を囲んで家族と楽しく、おかずもう一品、ちょっとね鶏肉や豚肉じゃなくてちょっと牛肉にしようかな、そういうことがね、逆でちょっと本当は牛肉食べたいけど豚か鶏にしようかな、スーパーで悩んでる人っているんですよ。私はね今冒頭に言ったように、国には税収どんどん入ってきてる、でも国民が民間努力で賃上げしたってそれが全然伝わってない。これ変えたいんですよ。真面目に頑張る人が報われる社会にしたい。我々国民民主党はね地味なんですよ、ね、であんまり派手なパフォーマンスもあんまり上手じゃないの私たちは。でもね私たちの目指す社会は極めてシンプルなんです。それは一生懸命頑張って就職して真面目に働けばちゃんと給料が上がる、そして望めば結婚することも子供を持つこともできる、そんな当たり前で何気ない幸せを掴もうと思ったらちゃんと掴み取ることができる、そんな社会を取り戻したい、そう思っています。私にも子供がいるんです。もうすぐ就職するんですね。いろいろ心配もあります。
ちゃんと就職できるのかなとかね、親ならみんな思うよ。でもね、私は本当にみんなが素晴らしい日本人がいて、みんな勤勉に働いて真面目だからね、私は今を生きる大人の世代として子供たちに、頑張れば夢は叶うよ、頑張ればどこにでも行けるよ、何でもなれるよ、大人たちが堂々と自信を持って子供たちや孫たちにそう言ってあげる社会を残したいんです。今本当に若い人たちも一生懸命頑張ってる、なかなか給料上がんない、せっかくもらっても税金で取られたり、特に社会保険料高いよね、給与明細見てびっくりすると思う、初めて就職して給与明細もらったら。でもそれ本当に正しく使われるのかどうなのって、一方で税金払わないで何十億、そんなことがね、発展途上国じゃないよ、現代の令和の21世紀の日本で起きてんだよ今さ、もう変えようよ。そしてそれを変えられる唯一の機会が選挙だし、それを変える力を持っているのは他でもない皆さん一人一人です。今日こうして集まった皆さんも、自分の一票一人の力は小さいと思うかもしれないけど、そんなことはない、一人一人の持つ力はとてつもなく大きいですよ。それを結集してどうか皆さん変えていきましょう。今回私たち国民民主党にはね、ちょっとね、背中からそよ風が吹いてる。いつも風はね、正面から受けていたので、後ろから受けたことなかったんで、ちょっと気持ちが悪いんですが、先ほど共同通信の世論調査を見たら、私たちの比例投票先が維新を超えました。ただ、我々さっき言ったようにね、お金もなかったので、あんまり候補者立てれなかったんですよ、大阪でも一人だけ。でもなんとかね、皆さんの力を借りて今回議席を増やして日本の政治を変えていく、その原動力になりたい、エンジンになりたいんです。私たちのエンジンはね、排気量ちっちゃいんだけど高性能エンジンなんで、あといいのは燃費がいいんですよ。だからね、ぜひ国民民主党、結構いいですよ、いいですよ、高性能スーパーエンジンなので、ぜひね、力貸してもらいたいな。最後にちょっと夢だけ、欲だけ言わせてください。今回の選挙で21議席取りたいなと思う。前回2021、11議席だ。でも知事に出てね、まあ和歌山知事してる岸本さんとか、あとなんかわからんけど出ていた人とかいるんでちょっとね、お金も減っちゃったんですよ、はっきり言って。だからなんていうの、まあ元に戻したい、11議席にね。ただ私が夢だと言ったのは、21にすると実は国民民主党単独で衆議院に法案を提出できるようになる。いや、まだ取ってないからね、まだ取ってないから。でそうなると、今私が言ったような103万の壁、これは所得税法の改正が必要です。でガソリン税を撤廃するんだったら、租税と区別措置を変えなきゃいけない、全部法律変えなきゃいけないんですよ。だからなんとか大阪の皆さんにも、地域の皆さんにも、今回の選挙は国民民主党に力をいただいて、なんとか21に近づけていってね、法案提出権、これを持って、今私が言ったことが夢じゃなくて現実に政策として実現する、その実現力を国民民主党に今回は与えていただきたい、そう思ってるんです。まだ1週間あります。ぜひ今日来ていただいて私の声が届いた人は入れてほしいのと、あと皆さんの周りに必ずいる、絶対選挙行かない人、その人を捕まえて今回は行ってくれって頼んでほしい。今ね、自民党入れるとか維新入れるとか立憲民主党入れるって決めてる人、引っぺがすの大変なんで、もう無駄な努力はやめてください。それよりも、だって4割選挙行かないんだもん。だから皆さんのお子さんとかお孫さんとか、で奥さんとか、あの旦那さんとか、近所のおばちゃんとか、飲み屋のお姉さんとか、誰でもいいの、ね、絶対行かないって決めてる人に、今回は国民民主党っていうね、結構手取りを増やすいい政策言ってる政党がいるんで、騙されたと思って、騙してないよ、ね、もう今回は国民民主党に入れてくれとい
ということで頼んでいただくと、それがそよ風がつむじ風になって、大きなうねりになって風になって、そして日本を変える原動力になるんです。私は風に乗ろうとは思ってません。風を作るもんですから、皆さんと一緒にその大きな風を残り1週間で作っていきたいと思いますので、どうか皆さん、今回は国民民主党に、そして大阪地区では平岩正樹に、1枚目の投票用紙にも1人だけはね、1枚目書いてもらいたい。で、2枚目は迷うことなく国民民主党、よろしくお願いします。ありがとうございました。ただいまのスターは国民民主党代表、玉木雄一郎代表のお二人でした。皆さん、もう一度よろしくお願いします。本日はたくさんの皆様にお集まりをいただいて本当にありがとうございます。プロバスカメラ前でこんなにたくさんの人が集まったことは初めてです。どうか皆さん、私たち国民民主党に力を貸してください。大阪八区においては平岩正樹、豊中市池田市が選挙区となっている大阪八区においては平岩正樹が立候補しております。兵庫3区においては神戸市垂水区が選挙区となっております。向山浩一、この2人が近畿ブロックで立候補しております。どうか皆さん、近畿の2議席取らせてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。この後、玉木雄一郎。前回の選挙とは比べ物にならない聴衆の数に私も驚いています。しかし、まだまだ認知度が高くない国民民主党だけに、残りの選挙期間でどれだけ風を強くできるのか見守りたいと思います。今回の選挙はこれからの日本の行く末を決める大きな選挙です。減税を訴える積極財政の政党が躍進することをただただ祈っています。ぜひ皆さんのご意見をコメント欄で教えてください。最後に高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。